メムロ町は北海道火星郡にある町。町名はアイヌ語のメムオロに由来している。メムロ町は十勝平野の西部に位置しており、東南部は帯広市、西北部は清水町、乙吹町、鹿追町に接している。メムロ町の気候は内陸性気候であり、日本国内有数の晴天率を誇っている。年平均気温は 摂氏6度で夏は摂氏30度以上になる一方で冬は低く、摂氏20度以下まで低下するなど年格差が大きい。人口は、都家地検からの流入や2002年度から始まった東、目室地区の宅地開発などにより増加傾向となっていたが、近年では減少傾向にある。2015年の国勢調査による人口は、前回調査から421人の減となっている。 メムロの歴史参照。姉妹都市有効都市、役場歴代主張国の機関道の機関、国立研究開発法人地方独立行政、法人警察消防病院コミュニティ放送高等、学校中学校小学校認定子ども園保育園、保育所幼稚園学校教育以外の施設メムロ町の農業は肥沃な大地と気候条件に恵まれているため、畑作を中心とした、 大規模経営を行っている。目室町を代表する作物の小麦、ジャガイモ、小豆、天菜スイートコーンは北海道を代表する作物でもあり、これらの作付け面積や収穫量は北海道でトップクラスとなっている。近年は長芋やごぼうなどの根菜類を中心とする野菜の作付けが増える傾向にある。工業は 地理的な物流条件の良さや帯広市に隣接しているという立地条件を生かし、農産物などの地場資源を活用した食料品製造業を中心に企業が進出しており、工業団地には約230社の企業が立地している。目室駅同東道の目室インターチェンジ付近路線バス都市間、バス町内を通る幹線道路はシーニックバイウェイのトカプチ雄大空間。 大雪、富良野、十勝を結ぶ、北海道ガーデン街道になっている。長指定、ゲートボール発祥の地目室町は、ゲートボール発祥の地であり、1947年に、町内で、生パン業を営んでいた、鈴木栄二が、戦後の物資不足の中で遊び道具がない子供たちのために、何か健全なスポーツはないものかと思い、軍隊時代に知ったクロッケーをヒントに、 ゲートボールを考案した。町内にはゲートボール発祥の地位渋みがあるほか、メムロ町健康プラザには屋内ゲートボール場やゲートボール資料室があり、毎年9月には発祥の地配全国ゲートボール大会を開催している。メムロ町には豆やスイートコーンをはじめとする新鮮な農産物、ニジマスの加工品ビートから作ったオリゴ糖、牛乳や 小豆などを使用した菓子などがある。ご当地グルメでは、十勝メムロコーンチャーハン、メムロあんかけ焼きそばがある。五十音順五十音順メムロ町民検証、昭和44年9月27日制定調過注釈出店行政産業観光。ありがとうございます。